ユーリア・ティモシェンコブロックはかつてウクライナに存在した政党連合。ティモシェンコブロックやティモシェンコ連合とも言う。選挙ブロックや政治ブロック、会派としてのユーリア・ティモシェンコブロックは以下の通りである。ユーリア・ティモシェンコブロックのウクライナ国内における主な支持基盤は州ウクライナのウクライナ人住民である。一方で全国的に支持を伸ばしており、 クリミアから、ルドミラデニソワ東部ウクライナのルハンシク州から、ナターリア・コロレフスカなどが選出されている。2002年3月30日、ウクライナ議会総選挙に、以下の自由主義、ウクライナ民族主義政党が選挙ブロックとして、ティモシェンコブロックを結成した。総選挙の結果、ティモシェンコブロックは7.2%の得票で、最高会議に21議席を得た。 ティモシェンコブロックは2004年ウクライナ大統領選挙でビクトル・ユシチェンコを支持しオレンジ革命において大きな役割を演じた2006年総選挙におけるティモシェンコブロックの議席獲得結果を表した地図2006年3月26日ウクライナ議会総選挙で 22.27%129 議席を獲得し第2党となったこの選挙では 地域党が33%で、第1党、ユシチェンコ大統領の、我らのウクライナは14%で、第3党に甘んじる結果となった。ティモシェンコは、首相への返り先を狙っており、ウクライナ内外でもオレンジ革命の余韻から、ティモシェンコブロックとユシチェンコの、我らのウクライナから、首相が出ると観測された。しかし、二千六年七月九日、ビクトル・ヤヌコービチ率いる、 地域党とウクライナ社会党、ウクライナ共産党の賛成党が連立交渉で合意に達し、ヤヌコービッチ内閣が成立、ティモシェンコは首相就任を逃した。また、選挙後の最高会議議長には、社会党のオレクサンドルモロズが選出された。2007年総選挙における、ティモシェンコブロックの議席獲得結果を表した地図。州レベルで、どの党派が、 最も多く得票したかを示す地図。2006年から2007年選挙にかけての変動2007年総選挙では以下の党派がブロックを構成した。この選挙でウクライナ共和党会議はティモシェンコブロックから離脱し、ユシチェンコ大統領派の我らのウクライナ人民自衛ブロックに合流し、ウクライナ共和党は地域党と合併した。2007年9月30日。 ウクライナ議会選挙で、ティモシェンコブロックは156議席に議席を増やした。2006年選挙と2007年選挙を比較すると、得票率において8.24%、議席も27議席増の結果であった。ウクライナ中央選挙管理委員会が公表した選挙結果によれば、ティモシェンコブロックが地方での就票を強化したこと、ウクライナ社会党をはじめとする少数政党の 支持基盤を参照し、我らのウクライナの支持層の一部も獲得したことなどが、統制の拡大につながったとされる。2007年10月15日、我らのウクライナ人民自衛ブロックとティモシェンコブロックは、最高会議第6回議会で、連立与党を組むことで合意した。11月29日正式に両党は、連立協定を締結し、 両党45%の議席を占めることとなった。2007年12月18日、ティモシェンコは両党の支持を得て、再び首相となった。しかし、2008年9月、グルジア情勢や大統領権限の縮小をめぐり、ティモシェンコブロックと我らのウクライナは対立し、連立を解消した。ティモシェンコブロックは政局安定のため、 第一党である地域党との間に連立交渉を持った。しかし、2008年12月9日、ボロディー・ミル・リトビンが最高会議議長に選出されると、彼のリトビンブロックと我らのウクライナとの間に連立交渉を持つようになる。交渉の結果、12月16日に3党は連立に合意した。この三党連立は、今後の抜き打ち解散と選挙に関して、 確約を与えていない。リトビンも2012年まで議長職を続けると発言した。2010年2月7日の大統領選挙でティモシェンコは敗北が確定したもののこれを認めず、首相辞任も拒否していたが3月2日、我らのウクライナがブロックの離脱を宣言、リトビン議長が会派の不成立を宣言し、ブロックは事実上崩壊した。ありがとうございます。